聞いていただいたのはね、海の声ということで、いかがでしたでしょうか。まあ、ちょっとね、撮影の方もね、海の方まで行って、もう自分でこうセットしてね、やったんですけれどもね、いかがでしたでしょうか。ちょっとね、こう雰囲気が伝わったらいいなと思うんですけれども、ここからはですね、事前に、SNS なんかで、海にまつわる何かこう、エピソードなんかありますかっていうのをね、ちょっとアンケート取らせていただいていたので、メールいただいた海にまつわるエピソードトークなんかをしていけたらなって思います。小学4年生から、暖かくなるとチャリで、片道3時間かけて千葉の海まで5時起きで行ってた。昼まで泳いで帰ってきて公園で遊ぶという体力どないなっとんねんな日々私だけ中学が別になるから、思い出作ろうと、春休み最後に片道8時間かけて都内から勝浦まで行ったのはすごく辛かったけど、お尻の皮むけてた。そりゃそうだろうな。でも素敵な思い出です。帰りは無理なので、親戚の家に泊まり、チャリは、宅急便で着払いで送ったら8000円結構する。でもその友達とは今も親友ですよ。今では笑い話です。私が万が一の時は勝浦の海に
散骨セレモニーにしてと、身内に話してくらい。相当海好きなんだね。片道8時間かけて都内から勝浦までってすごいな。お尻の皮もそうだけども、足もすごいことになりそうだよね。ほんとなんかやっぱり海はすごくこう広大なものだったりもするし、なんかただそれだけで思い出になるし、なんかこうちっちゃい時だったらなおさらね、なんかこういうのはあの思い出深くなりますよね。続いてのねエピソードメール読ませていただきます。幼稚園の頃バーバとジージと海に行った時に深いとこまで行ったりしたから、勝手に深いとこ行かないように浮き輪の紐持たれてた思い出があります。なんか海ってやっぱちっちゃい頃から好きだし遊ぶしなんだけど、あの言ってもすごく危険な場所ではありますからね。ほんと深いところって言ってね、やっぱ思われちっちゃい頃すげえ恐怖だったし、もう足がつかないっていうのが、海っていうのが初めて体験だったんで、それがね。やっぱりこうプールとかでね、水の中で遊ぶイコールやっぱプールから入ってるから、足がつかないとかって、えっていうね。あの、僕のエピソードですけど、僕はね、二つエピソード、トラウマエピソードがありまして、一つは、あの、まあ、まさにそうやってサーフィンやってた時なんですけれども、高校の頃ねサーフィンしてて、で波待ちっつってね、ボードに乗ってこうやって待ってるんですよ。で、あの雨がすごい降ってきて、結構雷なんかもゴロゴローとかなって、ちょっとこれやばいぞってなって、で結構他にも波待ちしてたサーファーさんとかいたんですけど、みんな一斉にもう上がろうってなってたんです。で僕もああやばいなと思って上がろうと思ってこうやってパドリングしてたんですけども、そうしたらどっかでね雷があれ落ちたんだろうね、ゴロゴロバキーンとかつってバーンって言った瞬間に、なんていうの、頭の後頭部を思いっきりバチンって叩かれたよな。次気づいた時にはもうね、海の中にこうブク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 ってな溺れてたんですよ。あ、ってなった時に、あ、そうした、これ雷落ちて感電したんだって。人生で初めてその雷感電っていうのをしたのが、その時が初だったんですけども、やっぱりもうなんか結構それもトラウマで、だからまあ、海っていうよりは、すごい大雨降ってる時の海っていうのはやっぱちょっと未だに怖いかったりする。で、もう一つ、二つあるけど、もう一つは、本当の海であった話ではないんですけれども、まあ、たまたま家でね、YouTube を見てたんですよ。で、なんかこう、癒しのヒーリングみたいな、波の音みたいなやつをね、まあ夜中見てたんですよ。したら、まあそのままなんか眠くなってきたんでね、これかけたまま寝ようかなと思ってさ、寝ようとしてたら、まあそのなんだろう、ヒーリングの動画が終わって、でなんか次のなんか関連動画みたいのに多分勝手に行っちゃったんですよね。そしたらなんか変なおじさんのナレーションが入って、海とは広大で、そしてそこには弱肉強食の世界もありみたいななったから、俺寝てたんだけど、ああもう次の動画行っちゃったわと思って消そうと思ってパーって行ったら、シャチが偶然そのタイミングで流れたんですよ。俺もそれ見て、シャチでかっ、びっくりした。海にこんなでっかい生物がいるの、じゃあ無理ってなって、それで海がトラウマになったもう一つの理由ですね。シャチやばいですね。シャチでかい。そんなところかなね。でもメールの方もね、いただいた方々皆さんありがとうございますまたなんかね、ちょっとこういった形でなんかこうテーマトーク、エピソードトークなんかを交えてカバー曲なんかもやれたらなと思いますので、また見てください。ぜひぜひね、記者検索、検索シダチャンネル、 YouTube チャンネル登録の方もよろしくお願いします。それではまたね。